ミンユラはアメリカ合衆国出身の大韓民国の女子フィギュアスケート選手。パートナーはダニエル・イートン、アレクサンダー・ガメリン、ティモシー・コレトなど、韓国出身の両親のもとに生まれる。イゴールをナイト組んで全米選手権のジュニアクラスに出場し11位に入る。2013年4月にシングルスケーターだったティモシー・コレトとカップルを結成。 韓国所属のシニアのカップルが誕生するのは7年ぶりのことである。2013から2014シーズン、ウクライナオープンで大会デビューを飾り9位。2014年10月、これととのカップルを解散した。2015年4月、資金難により、双子の兄弟と共に引退したアレクサンダー・ガメリンが、競技に復帰する形でカップルを結成した。 2017から2018シーズン、ピョンチャンオリンピック最終予選のネーベルホルンハイで4位となり、韓国のオリンピック出場枠を獲得した。また、男子シングルでも出場枠を確保したため、団体戦への出場も決まった。ピョンチャンオリンピック団体戦では、SD で衣装のホックが外れるハプニングが発生した。個人戦の SD では、衣装に新たな布を縫い付けて演技。 目標だった SD 通貨を決め、キスクライでは涙を流した。FD のプログラム、民謡、アリランの歌詞には、竹島の韓国名、独当が含まれており、政治的な問題になる可能性があるとして、一部分を変更して演技。総合18位で大会を終えた。世界選手権では、FD 進出に一歩届かず、前年から順位を落とし21位に終わった。 シーズン終了後がメリンとのカップルを解散した。2018から2019シーズン、ダニエル・イートンとのカップルを結成した。ありがとうございます。